けまして。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年は、もうワンステップできるように頑張ります。はい、12月1日からオンラインで始めましたけども、BBC ビューティーボディケアをとにかく生きてるうちにある程度広げたいと思っております。よろしくお願いします。今年はまた芝居を2回 できるように頑張ります。私は、あやまプリンセスを見つけます。あやまプリンセス。いいですね。昨年自分でできなかったと思い込んでたことができたので、今年もまた新たなことを挑戦して、いろんなことにできるようになりたいと思います。それは何ですか？なんか、そうね、なんかリズム感とか歌とかもすごい苦手なので、歌えるようになりたいと思いました。はい。はい。去年2023年は周りの方にすごい助けられたんで、今度はもう自分がこう誰か一人だけすごい大変じゃなくて、みんなでこう助け合ったり、みんなで幸せになったり、みんなでなんか幸せになるような年になれたらいいなと。思います。よろしくお願いします。お願いします。1月23日、年明けステージ、皆さんと輝けるように頑張りたいと思います。本当に、今回は、エミさんとみーちゃんは、出演されないんですけど、お二人からいただいたいろんな生きるについての思い、しっかり受け止めて、何かの形で表せたらいいなと思います。頑張ります。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。原田大二郎でございます。今年の1月23日、これを皆さん、ふうみーと覚えてくださいと言っておきました。ひーふうみー、1月23日でございます。ザ・高円寺という劇場で、我々、生きるというパフォーマンスをします。おそらく40人ぐらいの人たちが、出場する予定です。みんなが、生きるっていうことについて、どう考えてるかみたいなことをいろいろパフォーマンスしてくれます。去年もやりましたけども、とても感動的なものでした。ぜひこれは皆さんにも見ていただきたいと思いまして、今日皆さんにお耳に届けるわけでございます。1月23日、皆さんにはぜひこのザ・高円寺に集まっていただきたいと思っております。どうぞ参加してください。